皆さんおはようございます。カキキンです。はい、こんな感じで大幅に滑り散らかしたところで、今日は10月の27日日曜日です。早速ですが、今日は今から京都府に行きます。もともと今日は男子バレーボールの試合を見に行く予定でいましたが、急遽予定を変更しました。いつも試合を見に行かせてもらっている岐阜県のサッカークラブジュベン FC フロールさんが京都府でフットサルの練習試合をされるということで、練習試合まで、ジュベンさんの試合を見に行く僕は、かなりのジュベン薬物の中毒者になっております。誰か更生してください。今回ジュベンさんが練習試合をする相手が素晴らしいチームということで、まずは関西のフットサルリーグに所属をしている富豪京都さん、そして、日本女子フットサルリーグ、フットサルのトップリーグのチームから福井丸岡ラックさんの3チームで練習試合をされるということで、いや、なぜジュベンさんはこんな素晴らしい関わり合いがあるのかっていうのがまずびっくりしております。ナイトコーチに聞いたら、監督の昔からのお付き合いというか、人間の良さというのがここに出るんだなっていうのが伺えますね。いやー、なかなか練習試合やろうぜって言ってこんなレベルの高すぎるチームとするっていうのはないと思うんで、本当にすごいですね。びっくりしました。今日は片岡アリーナ京都で練習試合されるということで、京都付近の観光や散策も楽しみながら、今日のジュベンさんの試合を楽しみたいと思います。ぜひ皆さん、ダイジェスト形式になりますが、動画ご視聴の方よろしくお願いします。では京都に向かって行ってきます。はい、京都に着きました。まずは広隆寺に着きました。貴重な仏像がある再建された、寺院だそうです。ちょっと中に入ってみたいと思います。ゴーゴー。中はすごく広い寺院でして、603年に建立された京都最古のお寺だそうです。動画には映っていないんですけど、観光客がめちゃめちゃ多くて、外国人ですね、ほとんどが外国の観光客の方が多かったです。なんかめっちゃ体の肥えた中国の富裕層の観光客がたくさんいらっしゃいました。中に入場料を払ってもっと奥まで進むこともできたんですが、中が写真撮影禁止ということで動画のネタにならないということで、無料エリアのところまでで、今回広隆寺は見てまいりました。また次のところに行きたいと思います。広隆寺から東に5分ほど歩いて、今度は元忠の森というところに来ました。ちょっと散策をしてみたいと思います。古くから旧の神として信仰された神社であり、社前の街道はかつて太子道と言われ、広隆寺へ向かう参道になっていたみたいです。トイレが見当たりません。この社の本殿の西に元忠の池というここですね。現在は廃れてしまっていますが、清水が湧いた池が残っています。その周辺の森が元忠の森と呼ばれています。池の中央には三角形に組まれた石造りの鳥居が立ち、その中心に拝礼することができる。この池に手足をつけると諸病に効くと信じられ、広く庶民から信仰されてきたそうです。現在池の水はありませんが、足つけの行事というものは、別のところで、土用の丑の日にやるそうなので、よかったらチェックしてみてはいかがでしょうか。なるほど。ここにももともと溜まってあったような跡がありますね。
次の目的地に向かって歩いています。左側が広隆寺で、その奥に、渦政映画村があるところですね。映画村にも行きたかったんですが、ちょっと時間の関係で、周辺を歩く程度に終わりました。またどっかのタイミングで映画村行ってみたいなと思います。映画村近くの大英通り商店街に来ました。ちょっと商店街を歩いていきたいと思います。意外とシャッターが閉まっていたりして、少しだけ寂しいような感じがします。日曜日の午前中という感じなんですかね。道の真ん中に大魔神がいました。でかいですね。ちなみに右上にあるフレスコさんは、元なでしこリーグのバニーズ京都さんのスポンサーでもありました。大英通りを早めに切り上げて、今日の試合会場に向かっています。今はですね、片岡アリーナ近くの和菓子屋さんにお土産を買いに行ってるところです。また途中にお寺があったので寄り道をしております。お土産何買おうかなとずっと悩んでおります。八つ橋は、ベタすぎるので、それ以外のもので何か京都っぽいものを買えたらいいなと思います。道をまっすぐ歩いていると、八つ橋庵と刺繍と館というお店を発見しました。ちょっとここに入ってお土産を物色したいと思います。体験講座とかも開催されていて、なんかすごく楽しそうな場所ですね。だし作り体験、僕もやってみたいなと思いました。たくさんお土産を買いました。3000円分ぐらいはここで消費したかな。ちょっと自分用のお土産と自弁さん用のお土産で、自分用のお土産回収するの忘れた。片岡アリーナの横には西京極総合運動公園があります。ちなみに来月の地域チャンピオンズリーグ決勝ラウンドの開催地がここになります。さらにそこの横には野球場若狭スタジアム京都もあります。今日はちょうど女子のソフトボールかな、ソフトボールの試合があったみたいで、めちゃくちゃ賑わっていましたね。とてもいいことだ。皆さんご存知だとは思いますが、 J リーグチームの京都サンガ FC が今のサンガスタジアムを使う前に、ここをホームスタジアムで使っていましたね。ちなみに僕は京都サンガではゴールキーパーの水谷選手がすごく大好きでした。あとはシジクレイ選手ですね。駅伝発祥の地とは正直僕は全く知りませんでした。多くの方がここの周りをランニングしたりウォーキングをされたりしていましたね。武蔵スタジアム京都では、今日はアメフトの大学の試合がありましたね。たくさんのお客さんが来場されていました。いや、陸上競技場、体育館、野球場もあるすごく大きな総合運動公園ですね。素晴らしいです。ではでは、ナイトコーチとたまたま合流したので、片岡アリーナ京都に入っていきたいと思います。ちょっとかなり古風な感じの階段を登っていって、2階から今日は観戦をしたいと思います。マドーカラックのサポーターさんも来てましたね。ここの横の通路をさーっと歩いていくと、体育館が見えます。そろり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 、
い、皆さんお疲れ様でした。試合を見てきたんですけども、気持ちがいいくらいにスコスコにされた試合だったかなと思います。でも本当にありがたいことですよね。こんなにレベルの高いチームと練習試合を、させてもらえるということで、今週末に始まるお姉さんたちのフットサルの大会に向けていい準備ができたのではないでしょうか。これから始まるフットサルの大会、普段はサッカークラブであるジュベン FC フロールがフットサルのチーム相手にどれぐらい噛みつけるのかが非常に僕は楽しみにしています。選手たちは日々努力することで、戦術的にもメンタル的にもフィジカル的にもチームとしても取り組んできていることが形になってきていると感じています。チームも選手個人としても成長を止めてしまえば現状維持はマイナスになりますので、常に成長にこだわって次の試合に向けて頑張っていってほしいです。さあ、そしてアンダー15世代は今週末いよいよ選手権の東海予選が始まります。3年生にとっては最後の大きな大会になります。きっとみんなが素晴らしい準備をしてきていると思いますが、とにかく東海大会での試合楽しんで、みんなで声を掛け合って支え合いながら最後まで走り切る、戦い切る気持ち、根性を見せる、そういった部分をしっかりとやれば必ず結果に結びつくと信じています。アンダー15の選手の皆さん、楽しむ準備はできてるか。僕が一番楽しみ尽くす今自信があります。なので僕なんかに負けずに、みんながとにかくこの試合を楽しんで全力で走り切ってほしいと思います。頑張りましょう。いやー、今日の練習試合京都来て本当に楽しかったなと思いました。いつもと違う感じの動画になりましたが、ご視聴していただきありがとうございました。また感想なども教えていただけると嬉しいです。最後までご視聴していただきありがとうございました。次の動画でまたお会いしましょう。さようなら。最後までご視聴いただきありがとうございました。